映画公開記念警察戦隊パトレンジャー真夏の激アツ座談会。パトレン1号浅香圭一郎役の結城光成です。パトレン2号氷川咲耶役の横山亮です。パトレン3号明神司役の奥山和沙です。はい、そして今回司会を務めさせていただきます東映映画宣伝部の中立と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちの素顔が暴かれる Q&A コーナー。イエイ。皆様にいろいろ質問をしていきたいと思います。はい、まず、ルパパ島の放送が始まってからもはや数ヶ月が経ちましたが、皆さん、3人の人間関係といいますか関係どんな感じですかね。どうですかね。まあでも基本的に和気あいあいとしてるしてて、まあお仕事モードに入るときはちゃんと一人ずつ入それぞれ入るんで、まあ、メリハリがしっかりしてるチームだとは思いますね警察は。はい、なんかインスタグラムとか SNS とかですごい皆さん仲良くされてる様子とかをたくさんアップして話題にもなったりしているんですけど、こう撮影外のとこでも皆さんでこう交流とかがあったりするんですか。そうですね、終わった後とかこうどっか行くみたいな感じでご飯食べに行ったりとかはします。なるほど、素晴らしいですね。そんな皆さんはいつも一緒にいるからこそ分かる、お互いのチャームポイント。いやどうしましょう、これはまず結城さんからいきましょう。ちょっと待ってください。それぞれのってことですか。まあどなたかでもよろしいですし、まあ、それぞれ、まあ、でも2人に共通してるんですけど、あ、でもな、両親は両親って呼んでるんですけど、両親はなんか基本的にまあこんな感じの怖い顔をしてるじゃないですか。ちょっと一見怖そうな顔なんですけど、本当優しくて、でまあ基本ふざけてるんですよ。一番ふざけキャラなんですけど多分。その中でたまにこう寝起きの瞬間とかめちゃめちゃ可愛いんですよ。マジでこんな顔の人がめちゃめちゃ可愛いことを言ったりするんですよ、寝ぼけて。あ、寝言でってこと。いや、起きた瞬間ですね。もう全然起き抜けで脳がそう働いてない時に変なこと言ったりするんですよ。それがめちゃめちゃ可愛かったですね。はずいな、普通にはずいな。奥山さんにいかがですか。奥山さんは、基本的に笑ってくれるんで、なんかそのちょっとふざけたりすると笑ってくれるんで、いや純粋に笑顔が美しいというか可愛らしいなって思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。横山さん、お二人の、チャームポイントありましたら。そうですね、僕もずっと前から思ってるんですけど、この光成くんが僕のことをねちょっとこわもてだって言ってくるんですけど、君もなかなかよく思うんですよ。全然でしょ。最初本当にお家でお会いした時とかはちょっとまあなんかクールな感じの怖いというかそういうイメージがあったんですけど、その人が僕のことを両親って呼ぶんですよ。そこもそうですし、結構光成くんもおちゃらけるんですよ。踊るんですよ、いきなり。音楽が流れると。本当でもその無意識だわ、ね、それはそれで怖いな。まあ舞台ミュージカルやられてたりとかすごい運動神経もいいんですけど、なのになんかこういうダンスをするんですよたまに。いきなりそこもだからおちゃらけというか不思議だなって思うのと、奥山さんは僕なんだろう、奥山さんって一番可愛いなって思った瞬間というか、それが好きな食べ物何って聞いたらバナナって答えたんですよ。なんかいっぱいあるじゃないですか好きな食べ物って。なのに当たり前のようにバナナって言った時がなんかすごいなんだろう、愛おしいじゃないですけど可愛らしい人だなって思ったと。あと褒めると露骨に喜ぶ。さっきも笑顔が素敵だって言ったらすっげえ嬉しそうな顔が。そういうところが面白い人だなって僕は思います。、はい、ありがとうございます。なかなか役柄とはちょっと違う一面が見えましたね。じゃあ最後奥山さんいかがですか。はい、はい、なんだろう、まあチャンポイント2人ともすごくまつげが長い。男の人なんですけどまつげが長い、まつげが長いなって、まあ、お芝居しててテストとかでこう見てるとまつげ長いなって思いながら見てます。本当に集中してもらっていいですか。ごめんなさい。まつげ見ないように。今後の放送はちょっとまつげ皆さん注目していただいて、はい、オンエアも映画もそうですけどね、大画面でまつげ見ていただければなとお願いします。それはそれどうだと思いますか。あんなことやこんなこともお願いコーナー。
ここでは、パトレンジャー3人の皆さんにやってほしいいろいろなお願いをしちゃいます。まずですね、視聴者の皆さんも期待しているであろう、戦隊の名乗りをこの場で披露していただければと思うんですが、いかがでしょうか。はい、よろしいですか。ありがとうございます。ちょっと確認していいですか。どこまでどこから。パトレンジャー1号、パトレンジャー2号、パトレンジャー3号、警察戦隊、警察戦隊、パトレンジャー銃ないから、そこまで手でいい、手で、はい、オッケー、お願いします。はい、じゃあ、よし、じゃあ私の Q でいきます。よろしいでしょうか。いきます。こっちですかね。はい、いきます。3、2、パトレン1号、パトレン2号、パトレン3号、警察戦隊、パトレンジャー、国際警察の権限において実力を行使する。はい、ありがとうございました。素晴らしいです。かっこよかったです。なかなか素面での名乗りはちょっと恥ずかしいですね。これちょっと今ここにいるスタッフがみんな震え上がってます。ちょっと恥ずかしい。ありがとうございました。結城康生さんへのお願い。真面目で実直な印象の圭一郎、キャラとのギャップを見せてほしい。結城さん流の愛の告白を披露してほしいです。嫌です。そう言わず。ちょこっとこれ想像ができない。できない。俺も。俺がやるであろう。はい。告白。告白。告白。はい。どうしよう。どっちがいい。どっちがいい。二つあるんですか。じゃあバリエーション2で。パターン2で。パターン2。パターン2でいきましょう。パターン2。パターン2でお願いします。パターン2か。お立ちいただいてカメラ目線でよろしいですか。はい。すいません。あ、立つか。はい。しました。じゃあまた Q でいきます。3、2。初めて会った時から好きでした。俺と付き合ってください。これはパターン2ですね。これ圭一さん。圭一に。いやちょっと待って待って。結城康生じゃなかった。いや俺結城康生だった今。俺はね、意外にね、こう見えてね、ポン言うよ。じゃあちょっとパターン1をというパターン1をですね。パターン1をというんですけど、パターン1もよろしいですか。ネタめちゃ地獄なんですけど。パターン1パターン1あと検索するから。ちょっと一回ちょっと奥山さんの添削が入りますので、はい、じゃあいきます。3、2。好きです。付き合ってください。これパターン1ですね。これ誰でもない。ありがとうございました。結城康生でもないし、安坂圭一郎でもない。圭一郎もみ、いや、どっちも圭一郎なのかな。ないんじゃないでしょうか。まあありがとうございました。そうかも。安坂圭一郎なんだな。そういうことだ。ありがとうございました。続きまして、横山さん、お願いいたします。はい、開きます。ラップが得意だという横山さん、ラップで映画の宣伝をお願いします。来た来た。私、映画宣伝部所属でございまして、ちょっとここで宣伝を、はい、ぜひやっていただければと思うんですが、特技が伝わっているだけで僕は嬉しいです。調べさせていただきました。ありがとうございます。今俺めちゃめちゃ汗かいてるから、ね、はい、いただきたいです。すいません。逆に汗引いたわ、ちょっと。愛の手いる。じゃあ、ぜひ愛の手いる。あんま早くしないで。じゃあもうすぐこれ買いますか。じゃあもう押したタイミングで、はい、いきます。Yeah、 俺がヒーロー、パトレン2号、特技で映画の宣伝、特技ヒーロー、yeah、 そんな感じできたら言ってくれ、ラップメイナー、yeah、 行くぜ夏映画。怪盗戦隊はド派手なアクション、警察戦隊一連卓勝、同時上映はビルドビザワン、ここで新たな進化だ。はい、すげえ。すごい。素晴らしい。ありがとうございます。すごいですね、これは本当に。ありがとうございます。これはもう大変素晴らしい宣伝をさせていただきました。汗引いた。すごいちょっとなんかちょっとマジで顔されてます。結城さんも素晴らしい告白していただきましたので、全カットしてほしいです。これきつ。すごいクオリティだった。クオリティの違いありがとうございました。じゃあ最後よ、奥山さん、いきましょうか。はい、仕事で失敗しちゃった部下、司先輩風に叱ってください。かっこツンデレ希望。ツンデレ希望。よし、行こう行こう。あんまり、あ、人はあんまりなんか叱ったことがないので、ちょっとじゃあ行きます。はい、3、2。おいお前、最近気が緩んでるぞ。もっとしっかり引き締めろ。まあお前には期待してるからな。
ありがとうございますでは皆さんにお伺いします、この、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーアンフィルムですが、劇場版ならではの見どころを、教えていただきたいと思います。ゆうきさんいかがでしょうか。そうですね、やっぱり劇場版ならではの結構アクションシーンが多くて、そもそもだからそのかっこいいアクションが盛りだくさんなのと、やっぱりそれに至るまでのお芝居部分は特に僕的にはその帰りとのシーンが多かったんで、そのナイターのシーンとかは圭一郎の葛藤がすごく現れてたんで、そこは一度とは言わずになんか何度か見返してみてほしいなって思います。ありがとうございます、はい、横山さんお願いします。やっぱり今回ダブルレッドがあのメインというかそういう話なんですけど、まあ、その分僕らもダブルレッド不在の状態で司先輩と昨夜で2人で頑張ったりとかやってるので、決してダブルレッド以外もちゃんとかっこよく頑張ってるので、そこも注目して見ていただけたらなと思います。みんなで頑張って作りましたはい、ありがとうございます。奥山さんお願いします。はい、まあ、いつもこう警察と怪盗で分かれてやることが多いんですけど、今回今ダブルレッドはダブルレッド で私たちは4人でっていう感じで、こう一緒に協力したり共闘したりする場面がすごく多いので、そこの警察と怪盗の関係性のこう複雑な絡み合いとか、あとやっぱもうド派手なアクションにつながるんですけども、ロボ戦も本当にロボ戦とかも本当にかっこいい、巨大戦かっこいいので、ぜひもう巨大スクリーンで見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。怪盗と警察の前に現れた名探偵エルロック・ショルメ。全てのギャンブラー犯罪の解明とルパンレンジャーの正体を暴く。まさかレッドと一号がさらわれた。ギャンブラーの世界だよ。異世界から抜け出すまでは俺と手を組むしかなくなった。無茶しやがって。怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーアンフィルム。